おはようございます。ゲンチャンネル元産経新聞社会部記者の三枝源太郎です。日本がなかなか好調なペースで、今あれなんですね、金メダルの数が早くも8つ、銀メダルが3つ、銅メダルが4つ、合計15ですね。これは結構歴代でもこれいい方じゃないですかね、相当ね。いやー、なんか経済はどんどんダメになってるとか言われてますけど、非常に好調なんじゃないでしょうか。でもまあそういう好調なですね、日本に、水を差すと言いますか、大会に水を差すと言った方がいいかな。まあちょっと相次ぐですね、まあ誤審の疑いがある判定が相次いだりとか、まあ一番僕は問題だと思うのは今回はこれかなっていう感じがします。セーヌ川で強行のパリ五輪トライアスロンに選手から批判、嘔吐10回、水の流れ強い。いやこれはね、ちょっとこれ誤審もひどいですけど、これはもっとひどいですからね。水質の問題なんで、これ健康に直結しますんでね。ちょっと読んでみましょう。パリ五輪開幕前からスイム会場であるセーヌ川の水質が懸念されていたトライアスロンは7月31日、30日から延期された男子と当初から予定されていた女子が行われた。国際統括団体である世界トライアスロンが定める水質基準をクリアできたとしての競技実施だったが、本当かな？選手からは10回嘔吐したといった声や水流が強かったことなどへの批判が相次いだ。トライアスロンの会場となったセーヌ川をめぐっては、五輪開催を前に大規模な水質改善に着手。7月17日には、パリのイダルゴ市長が自ら川を泳ぐなど安全性を強調していた。しかし26、27両日の雨の影響で生活排水が流れ込み、公式練習もできない状態だった。米紙ニューヨークポスト電子版は、男子で9位だったタイラー・ミスローチャック、カナダがゴールラインで嘔吐したと報道。記事では水の内容のせいか疲労のせいかは不明だが、ミスローチャックは、レース終了時には体調が悪そうに見えたと指摘し、合計で10回嘔吐したというミスローチャックの談話を紹介した。米放送局の NBC ニュース電子版では、女子で10位だったテイラー・スパイビー、米国の談話として水の流れが誤りに強かったためレースは中止になってもおかしくなかったと報じたと、いうことですね。雨の影響でなんか水質基準が改善しなかったと、とかですね、いろいろなんかあるみたいですね。でも雨の影響で生活排水が流れ込み公式練習もできないって、いや雨が降ると生活排水が流れ込む川って今時ちょっとまずくないですかっていう感じですよね。いやーなんかね、オリンピックね、今回ね、フランスはね、ちょっとやっぱり、まあなんていうかな、僕が前からちょっと思っていたですね、フランスの悪いところがもう続々出てきて、まあ開会式のね、押し付けがましい LGBT と多様性ね、それから革命を賛美するね、まあ立憲君主制にこう、配慮のかけらもないようなですね、マリオン・アントワネットの首という、まあちょっととんでもない開会式から始まって嫌な予感はしていたんですが、柔道でのですね相次ぐ、誤審騒動ですね。まあこれもね、まあ、僕がね、柔道はまあ体育の授業ぐらいしかやってないんで、まあ一応僕は調べたんですけど、確かにこれ微妙っちゃ微妙なんですけど、いやでもまあちょっとこれはね、SNS が怒りで沸騰するのはそれはそうだろうと思いました。村尾三四郎さん23歳が決勝だったんですよね。しかもね、前回2021年東京五輪の王者ラシャ・ベカウリ24歳ジョージアに敗れて金メダルを逃したと。終盤に投げ技を決めたかと思えた場面もあったが審判の手は上がらず、その後ベカウリの技にはビデオ判定により技ありと認められ一本負けを喫したと。まあ合わせ技一本だったんですね。まあ
今回ですね、まあその前のあの締め技のね、判定がありましたよね。永山、選手とフランシスコ・ガリゴス選手、これもまあ、斉藤さんじゃない、あれは誰だったかな、あ、鈴木さんだ、鈴木、監督はですね、猛抗議したけど、まあ、あの覆ることなくですね、ガリゴス選手の勝利ということになりましたね、あの締め技の件ですね。ただまあこれもね、あの永山選手とガリゴス選手がまあ和解してそれを X に上げるというようなまあ、対応をしてですね、これは沈静化したわけです。でこの審判、エリザベス・ゴンザレスさんというねメキシコ人の方だったらしいんですけれども、初のオリンピックの審判だったそうなんですが、この方は2023年の世界選手権60キロ級準決勝でも、ガリゴス選手と、高藤直久選手が戦った時に、関節技を決めたまま頭から落としたということで反則ではないのかという時にですね、結局高藤選手の負けになってしまってガリゴス選手が、勝ってしまったと。ただこの時の件については高藤選手がですね誤審は1ミリもなかったというふうに、X に投稿したので、沈静化しました。今回の村尾選手、まあ尻餅をついてその後背中をこう流れでついたら技ありなんですけれども、まあ認められなかったとごめんなさい。でこの、バビウク選手、あ、バビウク出身、あのルーマニアの方だそうです。でまあこの方も なんかね他の試合でも、なんか苦情を言われて、ネマニア・マイロフ選手セルビアとテオドロス・ツェリディス選手ギリシャ、この試合でもなんかちょっと、相当抗議を受けたみたいで、終了間際に、マイドフ選手が相手の組手を切った動きを指導というふうにしたんだけれども、セルビアの日刊紙は痛ましい敗北だというふうに報じたということで、なかなかね、まあ、今回も、審判の問題というのが、クローズアップされています。バスケもですね、これ産経ニュースでも取り上げてますけれども、まあ非常に、疑問のある、審判ジャッジだったようですね。しかも、フランス、相手がフランスだったんですね。第2、延長の末90対94、なんと、で試合展開をめぐっては2つの誤審が指摘されており、 SNS 上などで議論を呼んでいると、1つ目は2点のリードを許した第4クォーター残り8分31秒でエース、八村塁26歳、レイカーズがこの試合2回目となるアンスポーツマンライクファールを宣告され退場処分となったと。八村はシュートを試みた相手選手の腕を手で押さえた形だったが、それほど激しい接触ではなかった。海外のバスケサイトなどではこれまでに見たこともないようなソフトなコールの一つだった。恐ろしい、馬鹿げた判定、審判はフランスを応援しているといった批判が続出。日本のファンからは SNS 上でどのあたりがアンスポ、審判は恥を知れなどの声が上がった。一方でジャッジは基準にのっとっているとの指摘もあった。より議論を呼んでいるのが2つ目だ。日本の4点リードで迎えた第4クォーター残り10秒、相手3点シュートへブロックに飛んだ河村勇輝23歳横浜 BC に対しファールがコールされた。シュートは決まり、ファールによるフリースローも沈められて4点プレーとなり、一気に同点に追いつかれた。5分間の延長戦では突き放され、歴史的勝利を目前で逃がした。 SNS では河村のブロックの瞬間を捉えた画像や映像が拡散。米大手紙スポーツインストレーティッド電子版では河村は相手に触れていなかったようだなどと分析し、フランスは最後に審判団から多くの助けを得て勝利したと皮肉った。この判定には
SNS で合理的な説明をお願いします。審判はバスケットボールのルールを知らないなどの声が、 AI 判定を導入してなど詳細な検証を求める投稿もあった。強豪相手の日本選手たちの奮闘を称えつつ、試合会場のリールにちなみリールの悲劇との投稿も見られた。2連敗となった日本だが、8月2日午前11時日本時間午後6時から行われる1次リーグ最終戦でブラジルに勝利すれば8強入りの可能性は残されている。このためこれからリールの歓喜にしようとのエールもあったということで、まあなんというかね、僕は、今回のまあ審判の騒動についてですね、まあ僕はこのバスケも、柔道もですね、本格的にまあやった競技ではないので、ちょっとこれはスポーツ記者とか実際にやったあの経験者の方の方が詳しいと思うんで、まあこの審判がどうだったかということに詳しい、コメントはしませんが、僕は思い出したのがですね、2000年シドニーオリンピック、これ覚えてらっしゃる方も結構多いと思いますけど、篠原慎一選手とですね、ダビド・ドゥイエ選手、このダビド・ドゥイエ選手ってフランス人なんですよね。でこの人はこれ僕見てましたけど、これはね、これは明らかに篠原選手の一本でしたね。これはさすがに。ところが2人の1人は一本を取ったんだけれども、2人がドゥイエ選手の有効でドゥイエ選手のポイントになってしまったと。で後日これは誤審を認めてるんですね、このあのジャッジは。それでだけれども試合結果は覆らなかったという、もう何とも言えない、話なんですよ。で柔道にモニター制度が導入されたきっかけっていうのは、実はこの篠原選手の試合なんですね。でダビド・ドゥイエ選手のその後なんですけど、実はこの人ですね、大出世していて、ニコラ・サルコジ政権、サルコジ大統領って言いましたよね、ちょっと短い間でしたけどね、あの方の時に大臣として初入閣をして、2011年にはなんとスポーツ大臣になってるんです。でところがこの方、2016年に資産の過少申告があったとして検察に告発されたと、夕刊フジにその記事が出ております。その後どうなったかは書かれていないのでよくわからないんですけど、まあこのねドゥイエ選手はね、まあいかにもフランス的というかね、表彰台とかでもすっごいこう態度悪かったんですよね。でその後もね、あの時はね柔道のあの総監督が確か山下さんだったと思うんですよね、疑いようのない判定に山下は抗議をしてみせたって言ったんですよ、ドゥイエ選手。でそれに対して篠原選手、まあ実はね、あの一本でしょうって言ってるんですよね、篠原選手。こうバーンってあの内股をこうすかされて二人でドーンって落ちたんですけど、僕にはドゥイエ選手が背中がついてたように見えたんで、あ一本取ったと思ったら、あの逆に出たんでね、あのドゥイエ選手の有効で出たんで、その時に篠原選手が振り返って審判の方向いて一本でしょって言ったんですよ。だけど篠原選手は試合が終わってからは自分が弱かったから負けたんだという言い方をしたんですね。これはね本当にね、日本人とフランス人の国民性をすごく示してるなと思いました。でまあ日本はね、あの自らの敗北を潔く認めるのがスポーツマンだっていうふうにもうまあ教えられてますからね。フランスはね、基本的にあの過ちっていうか自分が間違ってるっていうことを認めちゃいけないっていうまあ国ですから。だから今回のやっぱり開会式のですね、やっぱりこうなんて言うんだろう、思想信条の押し付けみたいなところと、まあセーヌ川のまあひどい状況と、食事のこれ食事も押し付けですよね。なんかあのに脱炭素するから肉出さないとか、なんかよくわかんないこと言って、それでまあイギリスの選手団が怒ってましたよね。だからまあちょっとね、あの思想信条も結構なんですけれども、それよりもやはりあのなるべくね、後々こう尾を引かない、あのジャッジで揉めない、公正なオリンピックをまずね、あの多様性と、LGBT と SDGs の前に公正なオリンピックをやってもらいたいと、心より願う所存であります。まあ、ミスジャッジはね、
まあ撲滅といってもまあ人間がやる以上はあることだとは思うんですけれども、まあ永山選手なんかの場合はね、両選手のスペインの選手と、ガリゴス選手でしたっけ、まあその選手のねある意味人間性に助けられたような形にはなってますね。まあ本当にね、まあやっぱり多様性、みたいなものをですね、まあ行き着くところまで行き着くと、まあフランスみたいになっちゃうんだなっていうのを今回は本当に思い知ったオリンピックだったなと思いました。まだまあまだまだありますのでね、選手の皆さんは本当にあの皮が汚かったりとかですね、食事が肉が出なかったりとかいろいろありますけれども、まあなんとか頑張ってですね、無事帰国していただきたいなと思います。今日のところはこの辺で、失礼します。皆さん、面白いな、ためになったなと思いましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。